皆様こんにちは。今日は以前質問のあったスキンケアのルーティーンについて答えていきたいと思います。私はとっても乾燥肌で、もう油分が本当に少ないので、この時期すごく乾燥してしまいます。その中で良かったものを紹介していきたいと思います。プチプラのものとデパコスのものの2種類で言っていきたいと思います。私の仕事はどうしても室内というか、リハーサル室だったり演奏会のホールだったりとかで結構乾燥してしまうんですね。なのでもう本当に保湿が大切だなって最近すごく思って、特にファンデーションを塗る前にしっかり保湿してからじゃないと結構化粧崩れが激しくなってしまうので、いろいろと試してみました。私はあまり美容のことあんまり詳しくはないんですが、タッチアップしてもらって、それで肌に合うものとかをデパコスの場合は探してやっていってます。その中で自分に合ってるなって思ったのがランコムですね。レネルジー M ローションというこういった化粧水を今使っています。以前ビジョネアっていうシリーズの青いものを使っていたんですが、こちらの方がしっとりしたタイプで冬にすごく良さそうで使ってみているんですけれども、保湿力が高いので一晩中潤っている感じですね。でこちらはジェルタイプのと普通のタイプのやつがあるみたいなんですけど、私は普通のタイプのものを購入しました。お肌にしっとりなじむ感じです。とろっとした感じで保湿がすごくいいです。はい、同じシリーズを先に紹介します。こちらもランコムのレネルジーのシリーズで、これは昼も夜も使えるクリームでした。そしてこちらはお化粧前にも使えるので、朝お化粧する前にちょっと取って、結構バターみたいにすごい伸びるので、これもすごく心地がいいですね。クリームって今まであまり使ったことなかったんですけど、やっぱり私は油分が少ないので、もう最近は絶対にこれをやって寝てますね。でそうすると次の日の朝すっごくツルツルになっているので、顔洗った時とかももうずっとついてる感じで、一晩中潤ってる感じですね。はい、ランコムのレネルジーのクリームでした。こちらもすごくケースも素敵ですよね。はい、そしてちょっとプチプラなものなんですけれども、資生堂のレシピストという化粧水、オールマイティに使えるというか、サラッとしているので、香りもないし、多分好き嫌いあんまりないんじゃないかなって思います。こちらは資生堂のアクアレーベルの乳液です。これもしっとりタイプとあるんですけど、まあ割とサラッとしていて夏向きかなと思います。こちらは1200円ぐらいだったと思いますが、それにしてはすごく保湿力も高かったので、時々使っています。そしてこのハトムギ化粧水、
こちらは全身に使えるので、手とか足とか、保湿するのにいいですね。相当サラッとしているので、そうですね、もう本当に水みたいな感じで。サラッとしてます。で、これは500ミリ入って650円だったんですね。その割に本当癖がなくて、使いやすいので、これ1本あると便利ですね。あとスキンケアというよりもボディケアになってくるんですが、最近は乾燥するので、前にもちょっと紹介したかもしれませんが、ジルスチュワートのオイル、ボディオイルですね。こちらを使っています。それとジルスチュワートのミルクも使っています。このオイルの後にミルクをするとすごく保湿がうまくいくのでおすすめです。そしてバスケアというか、お風呂に入った時に使うアイテムなんですけれども、これは私のお友達からいただきまして、こういったスクラブになってます。いちごみたいなつぶつぶがあって、1週間に1回ぐらいお風呂に入った時に使って角質除去とかしています。ネイチャーリパブリックっていう韓国のコスメみたいです。と、私は今までそんなにスクラブとかしたことなかったんですけども、やっぱりお肌がサラサラになるので、これはちょっとハマりそうですね。それからスクラブといえばっていう話で、スキンケアというか唇のケアなんですけども、こちらのディオールの、アディクトスクラブ&バームですね。こちらはもうほとんど使い切ってしまいそうなんですけど、ほんのりピンクっていう感じなんですけど、この中にスクラブが入っていて、砂糖の味がするんですね。シュガーのスクラブなので、なんかこうつけてて美味しいというかすごく心地がいいですね。でスクラブが結構痛いよっていう人もいるかもしれないんですけど、しばらく使ってるとすごく馴染んでくるので、はじめちょっと結構固めな感じがすると思うんですけど、私はもうほんと毎日これを使ってますね。寝る前なんかにも使って寝ています。唇は私は結構カサカサするのでとっても役立ってます。あと最後に最近買ったファンデーションを紹介します。ランコムのクッションファンデーションです。すごいキラキラして可愛いですよね。これはクリスマスの限定のカバーでした。はい。で、タンイドルウルトラクッションコンパクト PO03 番です。色味はこのような感じで、ちょっとピンク味がかった感じの、そうですね、色味になってます。それでこれはすごくカバー力があります。わかりますかね、こういう感じの色で、これからの季節本当に保湿が大事だなと思ってたので、クッションコンパクトを探してたんですよね。色もブルーベースの私の肌にすごく馴染むので、
これにしました。本番の時とかもパウダーファンデーションよりもこういうクッションコンパクトの方がよれずにいいかなと思ったので、冬の公演の時にはこれたくさん使おうと思います。以上が私が最近使っているスキンケアシリーズとボディケアシリーズ、これと新しく購入したファンデーションでした。チャンネル登録者の皆さんが2000人を超えました。ありがとうございます。バイオリンの話だったりいろんなライフスタイルの話だったりごちゃ混ぜのチャンネルになりますけれども、今後ともよろしくお願いします。それからバイオリンのことでもライフスタイルのことでもいいので、2000人突破したら、質問コーナーを設けますよということを書いたので、もしよかったら SNS の方でもいいですし、コメント欄でも大丈夫なので質問受け付けております。バイオリンに関する質問ではレッスンの生徒さんなどもいらっしゃるので、この曲のここはどう弾きますかみたいな具体的な質問は、お答えできないんですけど、それ以外のことをなるべくお答えしようと思いますので、よかったらよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。